自衛官候補生明細副産型が対応されている自衛官候補生とは陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊において2010年度から採用される人気生隊員のうち教育期間中の身分を自衛官の定数が意図したもの2009年10月3日に交付された防衛省設置法等の一部を改正する法律に基づき2010年7月1日より施行され 2011年3.4月入隊の退院から開始された。受験年齢は入隊時点で18歳以上27歳未満の日本国籍を有する男女。2018年10月から関連規則を改正し上限年齢32歳を施行。戦闘訓練中の候補生突撃の訓練をする自衛官候補生自衛隊法第41条の規定により 隊員の採用はすべて条件付のものとし、その隊員がその職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。と定められていることから、陸時の新隊員前期教育、空時の新隊員教育、会時の練習員期間中の隊員に階級を設けず、教育終了時をもって自衛官としての身分、階級を付与したものである。 任用時は2種の階級となる。自衛官候補生の期間は3ヶ月を基準として、教育訓練に要する期間を勘案して、防衛省令で定めることとされており、防衛省職員の定数外となる。候補生教育終了時に、本人の希望と適性に基づき職種が決定され、その後、各部隊に臨時設置される教育隊、職種学校、または、 十課学校において専門教育を受けた後、それぞれの部隊に配属される。なお、航空自衛隊の場合、十課学校の定員等の関係で、先に部隊に配属されてから十課学校での教育を受ける場合もあり、直配と呼ばれる。なお、音楽隊員を希望する者は、採用前に各音楽隊で実施される部隊説明会に参加し、実技試験を受ける必要がある。 海空の操縦士は、航空学生、防衛大学校、一般大学卒に限定しているが、陸地では、陸層航空操縦学生により、自衛官候補生出身でも操縦士へ、コース変更が可能。人気制自衛官として任官された隊員の、初任期は自衛官候補生の期間を含め陸は2年、海、空自衛隊は3年となる。このほか、候補生教育の終了時に、 任用一時金が支給されるが、自衛官に任官後1年3ヶ月未満で退職した場合にはこれを召喚しなければならない。また、この任用一時金は雑収入に該当するため、個人で確定申告を行わなければならない。自衛会候補生の間は、階級賞の代わりに、西と同サイズの台地に縁で囲まれた桜明に、 レあアリが縫い込まれた気象を、含む最速に基づく、階級章と同様の位置に縫い付ける。入隊式に臨む、自衛観光補正武器授与式において、64、式章銃を配慮する、自衛観光補正自衛観光補正は、自衛隊法第53条及び自衛隊法、施行規則第39条の2に則り、入隊時に、以下のような宣誓書に署名捺印をすることが、義務付けられている。 私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、常に特層を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、先進自衛官として必要な知識及び、技能の習得に励むことを誓います。ありがとうございます。